横たわっているイノシシに原付バイクが衝突したということです。現場は街灯から離れていて暗くなっています。昨日午後6時ごろ、佐世保市針尾東町の国道202号で原付バイクが道路上に倒れていた体長およそ1メートルのイノシシに衝突しました。原付バイクは転倒、運転していた20代の男性が意識不明の状態で病院に搬送されましたが、現在は会話ができる状態に回復しているということです。現場は片側1車線の直線道路で、警察が事故の原因を詳しく調べています。また大村市平町の市道では昨日午後6時40分ごろ、軽乗用車が道路横の縁石に衝突し、運転していた長崎市の山下健二さん51歳が腰などを強く打ち、およそ5時間後に死亡しました。